久しぶりにこんなに強い系、面白いですね。若い選手が多くて、まだチームワークがいいんじゃないですかね。泥臭くやってくれるとこです、はい、頑張ってほしいです。勝つように応援したいです。点を入れてほしいです。まさか試合会場で国民的アニメエヴァンゲリオンの主題歌を生で聴けるとは。これも私たちの街にレノファがあるからこそです。土曜の夜のナイトゲームは凄まじいアタックの応酬となりました。前半17分、レノファは先制点を奪われてしまいますが、前半26分に反撃。右サイドから若月選手がクロスを入れると、ボールは相手の足に当たってゴールネットを揺らしました。追いつきました山口。しかし前半44分、中に入れてきたボール、宮崎、栃木に勝ち越しゴールを決められてしまいます。でもその1分後、今度はレノファがゴールに迫ります。そして中上げてきた、飛び込んでくる、ゴール。決めたのはレノファ山口キャプテン川野浩太です。負けてる状況だったので、一瞬のこう隙を絶対逃さないぞっていう気持ちでいたので、タカ君がニアで潰れてくれたので、あそこにこぼれてくるだろうなって思って足を動かしていた結果がゴールにつながったかなというふうに思います。これで2対2、後半はしばらく膠着状態となりますが、状況を打開するために選手交代。萩市出身フォワード山本俊介発進、すぐさま左サイドを駆け上がると、もうスペースに出した山本俊介、山本俊介左足スルーパス触ってそのままゴールイン。この試合初めてレノファがリードしました。まさに一新劇場、スタジアムのボルテージが最高潮となる中、後半39分、シンボのキックボールに向かっていく、跳ね返してその後ゴール前コースを押し込んだ、途中出場の小林選手、実に5ヶ月ぶりのゴールです。なかなかコンディション上がらずに何ヶ月か苦しい思いしたんで、一発決めれてよかったです。小林選手は先日お子さんが誕生、みんなでお祝いしました。その後1点を返されましたが、4対3で勝利し勝ち点3をゲット。残り12試合の段階で去年の勝ち点44に並びました。3失点してしまったというところは大いに反省すべき点かなと感じています。とはいえやっぱり栃木さんも残留に向けて必死ですし、そういう相手を、に対して逆転で勝ちを取れたというところはチームの成長を感じます。レノファは13勝5分け8敗で4位です。次の試合は今日午後7時キックオフ、アウェーで藤枝と対戦します。そして嬉しいニュースが入ってきました。2024明治安田 J リーグ7月のヤングプレイヤー賞に川野浩太選手が選ばれました。おめでとうございます。印象に残るプレーをして今後さらなる活躍が期待できる21歳以下の選手に贈られるもので、鹿児島戦の決勝ゴールが評価されました。レナファの至宝川野浩太、これからの活躍にも期待しましょう。そして21日水曜日は天皇杯4回戦、レノファはホームでサガン鳥栖と対戦します。クラブ史上初のベスト8を目指して頑張れレノファ。そしてこの後はレノファのホームゲームを支えるボランティアグループを紹介します。今月3日に開催されたホーム大分戦、総力1万人プロジェクトということで、スタジアム周りは熱気がムンムン。そんな中、大忙しな人たちがいました。とりあえずこれだけ貼ってきてたのかね。席地があるから。これはここのスタジアムの案内ですよね、を貼ってここ見てもらったら全部わかるように。お仕事ではなくてボランティア。この方々はレノファの公認ボランティア、チームボンズ。
メンバーは10代から80代までおよそ70人。1試合につきおよそ30人がホームゲームの運営を手伝っています。いよいよ1万人プロジェクト の第3回目となります。はい、最近ネノハ調子いいねと、JR も見えてきたねなんてすごく言われてるんですけども、本当にここに至るまでチームボンズさん一緒にこうやってきた中で今こういった運営ができていると思いますので、サポーターの皆さんに喜んでもらえるように、はい、盛り上げていきましょう。はい、今日もよろしくお願いします。入念な打ち合わせ後、慌ただしくサポーターを迎える準備が続きます。ここ大変なことになってるの。ちょっと今日風強かったですね。これ晴れの日も雨の日もでしょ。やってます。だから雨の日とかはもうこれ濡れるんで、後で全部拭いたりまでするんで、すごい結構時間かかるんですよ。です。暑いから気をつけてください。これ準備大変ですね。準備ですか。まあね、早くしとかないとお客さん来られた時に間に合わないと困るから。紐持ってどこに向かわれるんですか。ここを通過します。選手バスが入ってきた時にお客さんが乗り出して危ないので入れないように一部封鎖するんですよ。準備は前日にも行われているんです。ゴールの設置やテントのセッティングなどなど、陰でレノファやサポーターを支えているんです。せっかく遠いとことか来ていただいたりしているので、来てくれてありがとうございましたみたいなのを作って待ってます。試合以外でも楽しんで帰っていただけたらと。会場の準備が整ったらちょっと休憩。よくお菓子交換会が開かれるんですって。味がかぶったらごめんなさい。もともと私ボランティア始めた時がまだ地域リーグで、今みたいに環境は全然整ってない状態で、選手が早くラグサカの方に来て自分たちでゴールラポスト立てて準備して、それだったら自分がボランティアに入ってもうちょっとなんか手伝えることがあるんじゃないかなと思って始めたのがきっかけ。多くの人がレノファを応援したいという思いから活動しています。この方々のおかげで今のレノファがあるんですね。さあいよいよ会場です。はい、ありがとうございます。はい、はい、大丈夫です。3枚目。はい、大丈夫です。はい、OK です。はい、ありがとうございます。はい、すいませんね。はい、どうぞ。今日はすごい人がいっぱいで、目がうろ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 してるんですけど。いつもより多いサポーター、そして真夏のゲームに気を配ることも多いんです。小さい子が頭が痛いから医務室に行きたいって言われてるんだけど、どうしたらいい？呼ぶ04。04、お願いします。こちら。ちょっとね、頭の痛い気がする。この長時間そこいたことないです。今日はバタバタです。そして午後7時、いよいよキックオフ。川田だ。1対1、川田の右足で。スタジアムが盛り上がる中、ボンズの皆さんはというと、見たい。っていう気持ちはありますけど、それは嘘じゃないです。ただまあそれよりも、はいはい、こういうことで動く方がまあやりがいがあるっていう。のよりクロス、カマノ。試合は見事2対0でレノファが勝利。入場者数も1万人を超え、最高のホームゲームになりました。喜ぶ間もない中、撤収作業をするボンズの皆さん。そこまで情熱を注ぐ訳を皆さんに聞きました。出したものはもうみんなとこうやって働くのが楽しい。そうそう、ここで会ってお話しするのが楽しい。毎回楽しいです。なんでですかね。分かんないです私も。この仲間も楽しいんですけど、サポーターとも仲がいいんで、やっぱりサポーターのおばあちゃんとかが元気に来てたりとかするとやっぱり嬉しいし、みんなに会いたいからっていうのが一番かもしれない。最後1つ目で締めたいと思います。はい、行きます。よーい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？
ここでお知らせです。31日のホーム岡山戦は今シーズン最後の総力1万人プロジェクト。小学生以下の子どもたちを対象にレノファオリジナルメッシュキャップのプレゼントもあります。詳しくはレノファ山口のホームページをご確認ください。リーグ戦チームは調子も上向きです。来週は天皇杯があります。 J1 のチームを倒してさらに勢いに乗ってもらいましょう。それではまた来週、キックオフ山口